両チームともに初戦を敗れて優勝に向けて負けられない一戦、日本、中国、韓国3カ国のリーグ王者が集まる東アジアのクラブナンバーワン決定戦 A3 チャンピオンズカップです。現在浦和は3位につけています。 J リーグ王者の意地か、 K リーグ王者の意地か、日本、韓国ライバル対決、両クラブの意地と意地がぶつかり合います。さあ、主審が主砲を確認しました。今ホイッスルが吹かれました。ソンナムイルファコールで試合が始まりました。そして今季のキーマンでもありますポンテが今日はベンチスタートとなっています。さあ、前園さん、この浦和レッズのスタメン見てご覧になってどうでしょう。そうですね、まあ、代表組の、ね、鈴木とアルが入ってきたので1本目のセットプレー大事したいですよね。最初のチャンスどうか、ニアポストクリアされました。ボールとボール、長谷部、長谷部シュート、ゴールキーパー、鈴木鮮やかなミドルシュートを見せました。長谷部、ね、ワントラップで、ね、ハーフボレーでしたけどキーパーよく取りましたよね。これは相手の韓国代表のゴールキーパーでもある、はい、キムヨンデのファインセーブに合いました。さあ、コーナーキックが続きます。もう一度右からプレースキックに定評のある阿部、またにを狙ったヘディングで、そしてボールシュート、ゴール、あーゴール、田中達也が詰めたんですが、立ち上がり各々色を出しての攻撃となっています。あーカットされた、嫌な位置でカットされました。モータークリアしました。体を張ってのクリア、風流は大きくクリアしました。さあ、前半立ち上がり両者攻めていますが依然0対0です。一つの攻撃のパターンできますよね。カットした阿部、高い位置のカット、長谷部、ヒントでかわして前を向いてシュート、クロスバーの上でした。長谷部のシュート、惜しくもクロスバーの上。そんなね、これでパスをカットしました。阿部勇樹、ドリブルで中央切り裂く、まだ行く、あっと後ろからファウル、これはイエローでしょう。阿部の見事なドリブル突破に思わず足を引っ掛けてしまいました。そんなメリファ、ああいうね、ボールを取ってからね、スペースがあったらドリブルで入っていくっていうのはね、中盤が非常に空くんですよね。攻撃に行った後、守備への戻りっていうのがね、やはりこの暑さと疲れで、ね、なかなか戻れないんです。クロスボール、ワシントン、シュート決まった、ワシントン先制ゴールを挙げました。鮮やかなカウンター、長谷部からワシントンへのパス、エースの面目躍如の一発。前半39分、浦和レッズ先制しました。レッズサポーターも盛り上がっています。これね、アーセル選手のピンポイントですよね。しかもこのトラップ ね、しっかりファーストラップが素晴らしいですよね。これ難しいですよね、斜め後ろから来てるんで、ね、前半終了のホイッスルが吹かれました。 A3 チャンピオンズカップ2007の大会2日目、浦和レッズ、韓国 K リーグ王者のソンナムイルファを相手に1対0とリードして前半を終えました。 A3 チャンピオンズカップ2007東アジア最強クラブ決定戦大会2日目、浦和レッズ対ソンナムイルファ。後半の笛が吹かれました。阿部勇樹からロングフィード、左の相馬へいいパスが出ました。トラップしてドリブル、ここ一体勝負ですよ。中に入ってシュートネット、右にそれましたが思い切って狙ってきました。相馬のソンナムイルファはこの A3 過去2004年の大会の時に優勝しています。まあ、その他にも第1回大会は鹿島アントラーズが優勝したんですが、その後韓国勢が3連覇している大会ですよ。攻撃のキーマンの一人モタ、ソンナム、ブラジル人のフォワードです。ファールがあって、あ、イエローカードが出ました。ちょっとこのシーンで、ええ、ちょっと蹴って膝を入れたような感じでしたけどね。中央のスペース、阿部が走り込んでいます、うん、パスが、あ、田中達也キープできるか。田中達也ちょっと倒れました。2005年に右足首を、そんなメリカもうここで3枚目の交代カードを切ってきましたね。
まだソンナムの攻撃、レッツ我慢の時間帯。モタモタどうする、預けた、ソンナムから右に来ます、クロスボールがありました、クーリオがせる、これからシュートバック、オフトシュート、クロスバーの上助かりました、レッツこぼれたボールがキム・ドンヒョンの足元に入りました。いやー危なかった、これね、こせったこぼれ球なんですけどね、いやー、そんなのね、非常に攻撃テンポリズム出てきましたよね、ワンタッチのプレーから突破する、チェスマンのシュート、このキーパー続けこぼれている、あー抑えました、危なかった、フォワードキム・ドンヒョンからチェソングへ、いやー今のもねスルーしてのワンツーだったと思うんですけどね、ここからチェソング早いですよね、さあここはどうポジションに入るでしょうか、さあレッツ、あー飛び出した、スケーターカットできません、シュート、ペナルティーエリアの中、いわゆるバイタルエリアでちょっとボールを回された後、そうなんですよね、エースのモタ細貝と交代します、まあでも今日スタメンでね、本人もスタメンで出たいというふうに言ってたみたいなんでね、まあやはりこのセットプレーですからね、はい、このシビアになるのも分かるんですけれども、ここは耐えたい、モタ打った、あー際どいコース危ない、山田が中央ボランチの位置に入ってプレーしています、接触がありましたが、ここはフレーはありません、田中達也ドリブルスピードアップ、ナイキュンジャッチ、キーパーがジャッチシュート、ーキーパーに預かれた、レッツがここから一気に攻勢に出られるか、いいパスなんですよね、モタがドリブル右にパスを出しました、キムドヒョン結局ね、カウンター食らうんですよね、チェソング、場内の大歓声で少しちょっと聞こえなかったんですが、 PK ですか、あーこのチェソングの突破をトゥーリオがファウルを取られて PK になってしまいました、あー負けられないレッツ、ここで痛い痛い PK の現状、後半ももう44分、1対0とリードしていた浦和レッズ、ここは続きのセーブに期待がかかります、止めた、止めた、次シソングも乗せた、ファインセーブ、A3 のタイトルに向けて負けられないレッツ、続きのファインセーブ、あ少し揉めています、ちょっと PK を止められた後詰めたモッタが熱くなっています、ソンナムのモタが、あもう腹心も入り乱れての腹心も一緒に来てなんとか抑えようとしています、両チームエキサイトしてしまいました、あしかし続きのファインセーブ、いやー素晴らしかったですね、今ねこの時間帯集中してました ね、 ね、このもう試合ももうすぐ終わろうかというような場面での PK、 あそして今モタにレッドカードが出されましたか、ロスタイム今5分の掲示が出ました、まだその退場を宣告されたモタがピッチを後にしません、今ソンナムのスタッフが抑えに行っています、いやーしかしよく止めましたね、ただこの、ね、この大ピンチ、鈴木横飛びで見事にセーブしました、これは大きな大きなセーブです、エキサイトしてそのまま退場となりました、あ田中達也ボールを持った左サイド、ここはしっかり、ね、田中縦に行く、うん素晴らしいですね、カットされましたがレッツボールです、レッツボールのスローイン、手元の時計ではロスタイム間もなく3分となろうとしています、これまたちょっと選手に接触がありましてボールのないところですが、カードが出されました、ソンナム2番のパクジンソクにイエローカード、田中達也と、まあ、ボールのないところで接触がありまして田中達也今倒れています、1対0、浦和レッズこのまま左サイド、チェソング危険な選手にボールが当たって細貝、細貝しっかりマーク、キムサンシクからゴール前にボールが出ましたが、2
リューヘディング、このボールは鈴木啓太がいます。さあ残りロスタイムを耐えるだけです。浦和レッズワシントン前線でキープ、ロスタイム5分の表示がありました。もうだいぶ残り時間も少なくなっています。ここで試合終了のホイッスルです。 S3 チャンピオンズカップ第2戦、浦和レッズソンナムイルカを1対0で破りました。